補助機関は行政機関における執行機関の事務を補助するために置かれる機関である。国の機関における補助機関は内閣法に基づき内閣に内閣官房が設置されるほか国家行政組織法に基づき各省庁に副大臣、大臣政務官、事務次官、事務官、議官などが置かれる。地方公共団体における補助機関は地方自治法に基づき 副知事や副市長村長、職員、会計管理者、水道委員などが置かれ、地方公共団体の長が指揮監督する。上記は、地方公共団体の長の補助機関であり、教育委員会や農業委員会、議会などの補助機関とは異なる。この場合、行政委員会や議会の事務局の職員が、教育委員会、農業委員会、議会等の補助機関となる。 人口規模が小さな自治体では市町村長の補助機関たる職員と行政委員会の補助機関たる職員が併任されている場合がほとんどである。普通地方公共団体の長はその権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させることができる。ありがとうございます。